行ってきます。さあ夜のクリスタルズーランドですね。今日昼前一生懸命頑張ったからね、ちょっとショートバージョンで見ますよ。今日はね、ファイルナンバー30ぐらいか、大体30ぐらいね、はい、今日はね、ダックスのタイガ君のお話をしたいと思います、うん、タイちゃんって呼ばれてます。そう、タイちゃんはね、仮のお宿がね、うん、スカイさんのボランティアさんのお家が好きなんだかなんかよくわかんないけどね、もうかれこれ1年近くいるんだろうな。僕もいるのね、ずっと、ね、何ヶ月いいんだろうかっていうぐらい随分と長居をしてる、うん、かなり居心地がいいのかな、うん、まあ、だいぶね、シニアなんだよね、あ、まあ推定年齢だけどね、うん、そう、居心地がいいようでね、まあ、お婿入りしたかなと思ったら帰ってきたりとかね、ほうほうほう、して、ねえ、ご縁になかなか恵まれない子なんですけどね、すごくいい子なんだよ。そうなんだ、うん、長い時間をかけて、うん、とても、はい、家庭犬としてね、癒しの存在に今なってくれてるんだけど、なんせどう、あんなに可愛いのになぜご縁がないかっていうね、ことを今日はキリン博士に聞いてみたいなっていう、ね。なるほど、キリン博士、博士になった今度どの親方博士親方様博士仕掛けだよってことでのとんたはい、では、ズーランドのね、ゆるきりげんまんストーリー、はい、続きですね、はい、なんだっけ、タイガ君、タイガ君ね、ね、悩んじゃってんのよ、ボランティアさんも、写真見たらすぐ分かるだろうっていう、こうちょっとひねくれた頑固じいさんっていう感じ、シニアだからね、じいさんなんだ、そっか、ちょっとひねくれたおじいちゃんっているでしょ、いるいる、で悪気はないんだけど、うん、彼なりのペースがあるから、うん、別に行きたくないわけじゃなくて、うん、今ならいいよっていう時に、いや、繋いでくれないから今じゃねえし難しいな難しいだって分かってねえな、こいつらって思ってるわけよ。また違うタイミングで言ってるそうなの、今ならいいぞって言ってるんだけど、うん、言ってこねえよ気がつかないよ、タイちゃん合図くれ、合図なんかね、もうちょっと分かりやすくないの、合図ないない、ないの、じゃあそこピタッとハマったら、あ、そうそうそう、いい感じ、あ、言ってやるよって感じめんどくさいしょうがないな、じゃちょっとよく様子を観察して、そうそうそう、今かなってこう、このタイミングっていうところを見計らって、うん、本人的には分かりやすくなんか表現してるみたいなんだけど、だから分かんねえやつだなってあとは乱れ打ちしてみるとか、そうそうそう、数打ちはどっかのタイミングだから知るけど、もうこの辺にしてくれってそれもいいかもね、作戦ね、うん、なるほど、うん、がんごじいさん、大学のところもわないな、うん、ちょっとよくさ、そういうふうに思ったらさ、うん、面白いじゃない、うん、あ、タイミングあったっていうさ、すいません違ったんだねっていうさ、ね、今このタイミングかっていう時にきっとなったりするんだろうね、違ったんだって、きっとな、どんなタイミングかはこっちは分かんないと思うよ、そうだよね、でも機嫌よく多分行くから望みがつながったね、うん、ありがとう、なんかそれ喜ぶよ、ボランティアさん、着替えて着替えて、あ、分かった、楽しみにしてるよ、タイちゃん合図出るといいけどな、ね、ファイルナンバー30ぐらい、あれね、29だって、あ、29だ、テラスの方が教えてくれる、ありがとうね